どうも、本カフェの山下です。本日もよろしくお願いいたします。はい、当チャンネルはですね、もう本当に、まあ、いろんなアイテムを紹介して、まあ、実際にホームカフェというサイトで販売していたりします。私自身も、もう10年ぐらい、今回はエスプレッソなんですけど、エスプレッソ自体ももう10年以上かな、ずっと作ってきて、ラテアートもやってきて、もう好きすぎて、まあ、自分で焙煎してしまったり、まあ、またそのいろんな機材をですね、世界からこう紹介して販売したりしておりますので、よろしければぜひ見ていただいていいなと思ったらご購入いただけたらなと思います。今回もかなりいい商品を紹介しますので、最後までご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。さて、今回はですね、ロースクリーン、まあ、英語ではロースクリーン、ローシャワースクリーンに書いてあったんですけど、まあ、要はそのスクリーン、シャワーヘッドを網ですね、網をもう一つ増やそうっていう商品でございます。どういうことっていう話なんですけど、まあ、実際にこういう商品です。はい、網です。これ網なんですよ。これも網です。これ 58mm、 これ 51mm の網になります。でこれどういうことっていうと、こっち側につける網です。こっち側に粉を入れていただいて、その上につけるという網になりますね。もちろん家庭用マシン 51mm、これ販売してますね。デディカの分ですね。もう 51mm でしたらバッチリ対応しております。はい、こんな感じで対応しております。で、これが何がすごいかっていう話なんですけど、簡単に劇的にエスプレッソがうまくなるっていう話なんですよ。そうです。はい、どういうことっていう話なんですけど、家庭用マシン、特に家庭用マシンはそうですね、業務用はですね、まあ、若干、まあ、美味しくはなるんですけど、さらに美味しくなる。で、家庭用は超うまくなると思ってもらったらいいです。で、なぜかというと、業務用っていうのは液量が強いんですよ。バル開くとバーッとお湯がいっぱい出るんですけど、家庭用っていうのは結構ちょろ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 って出てくるんですよ。じゃあどういうことが大きいのって言ったら、エスプレッソってまあ大体25秒とか、短い時間で抽出するじゃないですか。そしたら、初めに触れたところっていうのはきっちり25秒なんですけど、後から触れたところっていうのは、もっと短かったですよ。要は過抽出、または抽出不全、これは入り混じったエスプレッソができるのは基本的なもんなんですよ。またそのエスプレッソをタンパーで入れた表面にお湯がかかると膨らむじゃないですか。それでぐしゃぐしゃになって、それをチャネリングって言うんですけど、要は雑味が出てしまうってことです。じゃあそこに、じゃあこのフィルターで蓋をして均一にお湯をかけて均一に膨らまそうっていうのが狙いになるんですよ。ですけど、ちゃんと吸気圧はかかりますんで、味というのはさらに美味しくしてくれるってわけです。要はノイズがなくなるってことなんですよ。しかもこれ置くだけですからね。しかもこれを置くことでヘッドの部分の汚れをだいぶ軽減してくれますので、掃除が非常に楽になります。まあね、業務用はこういう感じ。業務ってですね、 58mm ですね。はい、これタンピングしてこれ乗せるだけなんですよ。これはね、ちょっと動画では伝わりにくいですけど、マジでうまくなります。美味しくなります。要は、どう美味しくなるかっていうと、ですね、味に透明度が出るような感じですね。要は、中枢、過中枢であった場合は、渋みが出るわけじゃないですか。中枢不全であった場合は、それはそれで味が出ないです。変な酸味だけが出ちゃうってわけなんですよ。それをなくしていこうっていうわけです。そう、圧力が均一にかかるからね。な感じなんですよ。一応ね、まあ、絵を描くとこんな感じなんですよ。要はその家庭マシンとかでしたらちょろ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 なんで、お湯が当たって広がって出ていくですけど、それに間にフィルターを置くと、フィルターで均一にされて下まで出るってことなんで、美味しくなるっていうね、そういうわけなんですよ。早速ですね、使い方を見ていこうと思いますので、それではいきましょう。ゴー。はい、それでは使い方なんですけど、まあ、まずはですね、まあ、フィルターにですね、粉を入れます。ほう、これ便利ですよ。これ 51mm もあります。で、まあ、レベリングをしますと、まあ、これはできたらでいいですけど、レベリングが苦手な方はですね、まあ、別にいいんじゃないかなと思います。で、これをこれです。これスリーボマーですよ。タンピング台に乗せて、ディストリビューターですね、ディストリビューターをかけると。で、最近私はマイブームなんですけど、はい、ホースタンパーでございます。
コースタンパー、これをかけていきます。これね、押し込むだけでいいです、はい、こうやって衝撃を与えて、こう表面がきれいに整うと。ですけど、この表面とそのヘッドの間には隙間があるんですよね。お湯がかかると暴れてしまうということで、ここにこのフィルターを置きます。ペン、はい、これで OK です。これであとは抽出するだけですね。では抽出していこうと思います。はい、それでは行こうと思います。本当にこういう感じ、フィルターがついている状態、そのままはめていきます。グッとね、はめるだけで、あとは抽出していきます。せっかくなんでね、ラテアートしていこうかなと思いますね。抽出スピードはね、若干遅くなると思ってもらっていいと思います。これはラテアートより特濃ですね。特濃でございます。特濃、まあ、30秒ちょっとぐらいかけて 10cc ちょっと抽出します。これね、これは特濃でございます。特濃、はい、アングルが見つからない、見つかった。感じでございますと。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、な感じでちょっと、まあ、今回はラテアート用にちょっと濃いめに抽出しております。はい、特濃にミルクがただね、この濃厚に抽出したとしてもかなり差が出るんですよ。特に濃厚に抽出したばかり、ゆっくり抽出した時に歴然的に味が変わってきます。はい、要はお湯の浸透が遅いわけじゃないですか。そうするともうよりまだらになっていくんです。それをフィルターがあることでやって均一にするってことなんですね。はい、でこうフィルターがありますんで、まあ、上があまり汚れてないですよね。ってことはヘッドは綺麗な状態なんですよ。はい、ってことは エスプレッソマシンの寿命もね、ちょっとずつ伸びますし、汚れが防止できるんで、本当に、ね、素晴らしいアイテムです。ただ乗せるだけなんでね。はい、いただきます。うまい。はい、まあ、ポイントは 10cc か 15cc ぐらいだけ抽出するっていう感じですね。そこに大量のミルクをドビャーっていってもらったらいいと思います。で、まあ、今回使用しているコーヒー豆はですね、エスプレッソブレンド、まあ、コロンビア、ベトナムに、まあ、ロブスターを入れたものなんですけど、これはね、結構シンプルなブレンドなんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。ぜひ、ね、試してもらったらいいんじゃないかなと思います。で、このフィルターを使うにあたって、コーヒー豆は当たり前にいいものを使ってください。でないと、より変な味をより強く引き出してしまいます。または本当にただ苦いだけ、カスみたいなコーヒーになってしまいますので、ここはですね、しっかりといい豆を使って、抽出をしていただけたらいいんじゃないかなと思います。うん。以前使ったピッチャーはこれね、雪平ピッチャーです。最近マイブームなんですよ。いいのか悪いのかよくわかんないですけどね。はい、うん、うまい。すいません。はい、まあ、こんな感じでね、本当にエスプレッソを簡単にできるアイテムですし、今回はですね、なんとこれ即納でいけるんですよ。即納で販売しますので、枚数限定ですけど、即納できますので、よろしければぜひね、ご購入いただけたらいいんじゃないかなと思います。そんな感じで、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。これからもですね、より簡単に美味しくするようなアイテムだったり、まあ、技術だったり、まあ、ラテアートのやり方だったりをですね、私自身がこう経験してきたことを全部惜しみなくお伝えしております。よろしければぜひお願いいたします。
またね、ラテアートに関してはですね、教室も行っております。動画概要欄からぜひね、ご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。